ね。疲れたね。めっちゃ歩いたもんね、今日ね。いや、どこも入らなくてさ、公園でちょっと想像してなかったね。まさかね。うん。高校生みたいだね。ね。疲れたな、でも。はい、疲れた男参上。いいってもうやめよ。このカップルアカウントの方にあげるわ。いやもうだからさ、ちょっとゆっくりしようよ、このご飯食べる時ぐらいさ。うん、いただきます。ポーク卵。さあ、ちょっとハマりすぎ。何が？いや、もう TikTok とかさ、いいんだけど、これ2人でいる時ぐらいさ。だってマサ君かっこいいんだもん。自慢したい。まあまあ。はい、今日何食べるの？ポーク卵。ポーク卵と四川風麻婆豆腐です。うん、うんうん、仲良し。いやでもちょっと、もう俺らもさ、いい年っていうかさ、なんか違うと思うんだよね。お前編集してたから聞いてなかった。何？でもな、ちょっ、びっくりした？かわいい。とっとこ川太郎やめよ、うん、あ、2人でさいるときはちゃんともう2人で会話をするというか。分かった、もうやめる。まあね、せっかく2人でいるからさ。もうやめるもうやめる。もうやめる。やめないで。え？え？本当に？やめないで。わあ、うちの彼氏優しい。ありがとう。いいの取れた。いただきます。ありがとう。